現象あるじゃないですか、やっぱプラトー現象ありますもんねどうも、読書サンクチュアリ出版大好き人の秋葉です。本を読まない人のための出版社サンクチュアリ出版さんの新刊を紹介している動画シリーズ、今回はあのビリギャルとして有名なビリギャル本人さやかさんの私はこうして勉強にハマったを紹介していきたいと思います。今回のテーマは絶対に結果を出したい人の勉強法。勉強するんだったら絶対結果出したいじゃないですか。それはもうそれはね、はい、でも大人になってもやっぱ勉強って続いていくじゃないですか。資格取ったりとか、うん、ちょっとの仕事ができるようになりたいとかね、スキルを磨いて転職に役立てたいとか、いろんなところで使うと思うんですよね。でまあ子育てとかいろんなフェーズでも役に立っていくと思うんで、勉強って何事に関しても必要だなって僕は思うんですけど、ビリギャルの本人さやかさんが今書いているこうして勉強にハマったという勉強法を紹介する本を今回ご紹介していきたいなと思います。はい。でそもそもビリギャルを知らない人に紹介しますと、ビリギャルというのはこちらですね、学年ビリのギャルが1年で偏差値40を上げて慶応大学に現役合格した話という、このビリギャル本人さやかさんの恩師である坪田先生という方が書かれた本があるんですけど、これがすごい話題になって有村架純さん主演で映画化もされたりしたんですけど、そのビリギャル本人さやかさんが改めて勉強あの時こうだったっていうのを書いているのが、この私はこうして勉強にハマったという本になります。単純な体験談ではなくて、さやかさんが慶応大学を卒業した後にウェディングプランナーとかを挟んでアメリカのコロンビアの教育大学の大学院の方に進んで認知科学とかを学んで、振り返った時にあの時こうだったなっていうので、改めて体系的に勉強法っていうのをまとめたのがこちらの方になっているんで、本当にシンプル体験談じゃないから身につく、ちゃんと勉強法っていうのを学べばちゃんと成長できるんだよっていうのが分かる本っていう風になっております。さやかさんがこの本の中で正しい努力っていうのが結果を出すためには必要なんだっていうことを書いていまして、じゃあその正しい努力って何なのって分けていくと、モチベーション、戦略、環境の3つが必要っていうふうにおっしゃってるんですね。この動画では戦略の肝となる戦略編と実践編の中から、結果を出したいならマジでこれやるべきだなっていうふうに僕が刺さったポイントっていうのを紹介していきたいと思います。待ってました。ありがとうございます。結果出したい。1つ目、できない問題を探して潰す、模試とかテストとかで活用していくと思うんですけど、それの結果ももちろん大事なんですけど、自分が今何できないのかなっていうのを分かるために模試とかテストっていうのは使うべきですよねというのでございます、うん、でこれ勉強って言ったらこういう学業だけじゃなくて仕事とか資格の取得とかの方にも言えるんですけど、自分が今何ができないんだっていうのをちゃんと知っておくっていうのって何事にも通ずる話だなと僕は思っていて、まあ、例えば日本はね、あんまりお金の勉強とかってしてこないで教育期間過ごしていくんで、お金のちょっと知識できてないなって思ったらそれを見つけて潰すも一個だと思うんですよ。だからまあ何事にも通じるお話だなというふうに思います。確かに、うん、その学生時代にその模試受けるっていうのがもう強制で学校で行われてるんで、はい、みんなやって、うん、その点数とか順位とか偏差値についてみんなあーだこーだ言うんですけど、はいはいはい、やっぱ頭いい人たちって、うん、その模試のあーだこーだ言った後の、うんうん、各々の分析データみたいなの載ってるじゃないですか。わかるよ。あっこうめっちゃ大事にしてるんですよね。確かに勉強できない人は結果であーだこーだ言って終わっちゃうっていうのがすごいあって、うんうん、僕も結構そっち側だったんですけど、はいはい、それを友達に言われてやるようにして、うんうん、確かに効率いい勉強ができるようになったんですよね、はいはいはい、まあ、確かにな、振り返りとかって結構面倒くさいなっていう人も多いと思うし、僕もそうなんですけど、うん、あれが一番大事なんだよなって思います ね、模試の一番の目的、うん、そこというか、はいはい、確かに実力を測るところで終わっちゃいがちだけど、うん、次につなげる。本当そうっすよ。模試とかってさ、受けた後結果が出るまで 1ヶ月とか経ったりとかするじゃない。結局その1ヶ月の間に自分伸びてるから、あんま振り返っても意味ないんじゃねって思うんだけど、テストを受けた瞬間にできなかったところを振り返る、で1ヶ月後こうだったっていう結果だけ見るっていう方が多分正しい使い方なんだなって、僕は昨日映画のビリギャルを見てたんですけど、はいはいはい、ああこうだったなって改めて思いました。なるほどなるほど、はい、2つ目、参考書と問題集の選び方。これはまあ明確に言ってくれてるんですけど、3つポイントがあって、1つが目次とか使い方、勉強の仕方っていうのが、まあ、参考書によって書いてあったりするんですけど、それが明確に書いてあるっていうのが1つ目でございます。本当に僕、いろんな資格取りましたけど結構思いますね。参考書でちゃんとなんか勉強の仕方とか書いてくれてないなーっていう本とかはあんま身につかなかったりしましたね。で2つ目、解説が詳しい。これもめっちゃ大事で、やっ
した後にその振り返りたいのに解説が全然書いてなくて、分かるよねっていうくらいのトーンで書いてあるやつあるんですけど、いや分かんないから間違えたんだよって思っちゃうんですね。そうですね、はい、でも結果それをどうやったらいいのっていうのをチャット GPT とかに今とかだったら聞くんですけど、まあ、手間なんでちゃんと解説が最初から詳しい方がいいですよねということが2つ目。3つ目が難易度がちょうどいい、まあ、大体6割ぐらいまでつく、パラパラって本屋さんとか見てて6割ぐらいまでできるな、4割ぐらいできないなみたいなバランスがいいというふうに言っておりました。3つ目、プラトー現象はもうあるものと考えるっていうのねありまして、はい、まあプラトー現象あるじゃないですか。やっぱプラトー現象ありますもんねいけるそんなは分かんないな。僕も本読むまで知らなかったんですけど、何ですか？プラトー現象っていうのは成長感覚が味わえないっていう瞬間なんですって。成長してってちょっと停滞して、また成長して停滞して、成長して停滞してっていうのを繰り返して人間成長していくらしいんですけど、この停滞の時期のことをプラトー現象っていうんですって。はいはいはい。でまあそれどうしてもあるんだから、これ続けてったらいつか伸びるよねっていう風に見越してやった方が自分のストレス的には楽ですよねっていうことを書いてありました。なるほどなるほど。これはまああるものとないものと知らないかどうかによっては全然もう捉え方が、うわなんでこんなにやってんのに伸びないんだろうっていう気持ちになっちゃうんで。そうか、凹まなくても今はその時期なだけって思えるだけで違うと。うん、っていうことでございます。4つ目、アウトプット重視でいきましょうっていうのが書いてありまして、はい、まあ、いろんな勉強法の本とかも読んでこれも言ってることなんですけど、インプット3割のアウトプット7割っていうのがいいバランスっていうふうに言われたりしてます。でこのアウトプットっていうのは問題を解くとかももちろんそうですし、誰かに教えるとか、なんかぬいぐるみとか置いといて、こうやってねこうでこうでこうなんてこうなんだよっていう風に言うとか、自分が頭からその勉強したことを取り出す時に一番記憶が定着しに行くんですって。僕教育学部通ってたんですけど、ね、教育実習の時とかに言われたのが、はいはいはい、クラスの中で分かること分からないこの差が起きた時こそチャンスだ、うん、みたいなのがあって、この問題を早めに分かった子を、その英語だったんですけど、うん、なんかミニティーチャーみたいな、分かった子は分からないで手を挙げた子のとこに行って教えてあげる、うんうん、僕の学生時代もしたことってあったんですけど、うん、他の子が教えてくれるとか、うん、これってその先生側が全生徒を網羅できるだけと思ってたんですけど、うん、はいはい、実はその分かってる子のより理解の解像度を上げる時間になってるみたいな。そうだね、アウトプットなんですよね、うんうん、でその時に席立ったりとかしたらその子にチョーク投げたりとかして、いやそれはもう教育実習生は多分何があってもチョーク投げるまではいかないはい、5つ目、テクノロジーを駆使するっていうのがありまして、さっきチャット GPT の例とかも出しましたけど、はいはいはい、あの本当に僕とかネズミくんが受験をしてた時とか今は全然時代が違くて、僕らの時代って3コースぐらいしか勉強のリソースがなかったと思うんですよ、はい、先生に教わるの2択だったと思うんですよね、うん、でも今は大抵の分野で YouTube で公開してますし、いろんな動画コンテンツもあるし、結構これね盲点だと思うんですけど、 Spotify とかにもいるんですよ。ポッドキャストとかでも調べたら大体います。勉強を教えてくれるとか、その歴史を喋ってるとか、なるほど、近代史をテーマにやってる人とかも結構いるんですね。当時池上彰の学べるニュースが僕好きで、現代社会めっちゃ苦手だったんですけど、はいはい、毎週それを録画して見ることで、うん、自分が好きなバラエティで勉強ができてるっていうのが、その負荷なく苦手な教科をちょっと勉強できてたんですよ、うんうんうん、なんか今それで言うと YouTube とか、うんうん、エンタメっぽくなってる、そういうのが多いですもんね、はいはいはい、おいおいおい、参考書で読むだけで入ってこなかった内容が動画で見た瞬間にスッと入っていったりとかっていうこともあるんで、いろんな方法から理解をさせようっていう風に自分でさせてみた方が伸びやすいっていう風に僕は思います。エグスプロージョンさんとかもいますからね本能寺の変のね、はい、6つ目、楽しむっていうことですね。あの例えば日本史の流れとかでいまいちピンとこないなっていう風になった時に、自分の好きな人で配役決めまくって、自分が大河ドラマって、まあ、例えば安土桃山時代をやるとしたらこういう配置にするなとか作っちゃうっていうのがまあいいよねっていう妄想で、うん、なるほどなるほど。僕立教大学っていうところを受けたんですけど、英語の問題ってこういう傾向だよね、ここが面白いなっていうポイントを自分なりに見つけてやっていくと、過去問とかでも大体問題の傾向に似てるんで、わやっぱこういうところが立教っぽくて好きなんだよなとかになってくるんですよ、だんだんやってると。こういう勉強の仕方を自分なりにどうやったら楽しめるのかっていうのを見つけていくのがすごい大事だなと僕は思います。自分にご褒美を作るとかでも全然いいしね、この1問解けたらプリン1個もらえるとか
なるほどなるほど。勉強をやる、楽しむっていうのを自分なりに工夫して見つけるっていうのが大事かなというふうに思います。いかがだったでしょうか。本当にいろんなポイントがありますけれども、さやかさん曰く伸びない人っていうのは集中していないか勉強のやり方が間違ってるかっていう、この2択しかないんですって。だからこれ裏返すと、あなたが悪いわけじゃないんだよ、あなた自身のその素材が悪いわけじゃないんだよっていう話なんですね、なるほど、はい、だからいろんな勉強法っていうのがあるんだよって、こういうのを裏にも書いてありますが、勉強の出来を決めるのは地頭ではなくモチベーション戦略実践環境なんだっていうことを知れる、すごいいい本だなと僕は思いましたんで、もしまだ勉強法とかを自分で磨いてない人は一回この本手に取ってみていただければなというふうに思います。で、今回の動画が少しでも参考になったよっていう方はいいねとかコメントとかチャンネル登録とかぜひよろしくお願いいたします。また次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。サンクシュアリ出版鶴巻です、動画を見てくださってありがとうございました。なんか役に立ったなとか面白かったなとか思ってくださったら、チャンネル登録、高評価ぜひよろしくお願いいたします。ぜひまた見てくださいね。